こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星林真です。こんばんは、アシスタント MC の寺田由紀です。やばい、あと2日ですよ。あ、そうなんです。ハッピーバースデー。早いんですね。まだじゃあまだ早い。そうなんですね、46歳ですよ。もうこの間の白のワックスっていうの買ったんですよ。白髪になるっていうやつ買ったの。あ、でそれでね、楽しめるっていうのがあって、はい、塊もするし、色も、うん、あ、すごい。やっぱね、なんか白髪ってかっこいいのよ。男の人の白髪って結構なんかロマンスグレーって言い方だったりさ、リチャードギアのさ、それこそプリティウーマンの時なんてちょっとだけグレーが入ってて、うん、すごいかっこいいんだよね。めちゃくちゃかっこいいですね。白髪ってだからね、実は武器なんですね、男の人にとって。まあまあそうね、うまくなじまないんだけど、いずれああいう風にロマンスグレーとかで、それこそシンプルなこういうセットフィリカシミのニットとかさ、あ、素敵ですね、ブラックジーンズとか履いてさらっと休日いたらなんかリッチに見えるじゃない。だからゆきちゃんが好きなお金持ちスタイルです。いや、だから今年のその流れやめてもらっていいですか。2019年何、それで行くの。それで行きますよ。行くのね、うん、行くんだったらもう私はもう戦うよ。行くのね。でもそう見えるんだよね。白い T シャツにブルージーンズで着て、いい時計してちょっと白髪生えるだけでも、なんかこの人多分船持ってそうとかさ、あるじゃない、その雰囲気が出る、うんうん、だから白髪ってそういう感じになるのかなというね、うん、なんか46歳の抱負ないんですか。そうだな、お金持ちのカジュアルとか似合うようになりたいかな。もう聞かなきゃよかったわ。やめよう、早くテーマ行こう。もういいということで今日のテーマはですね、はい、うん、お金持ちカジュアルです。本当にそうですよ。いかにそのラグジュアリーなカジュアルスタイルに見えるかという、リッチに見えるカジュアルスタイルというか。なるほど、うん、そこにはちょっとしたテクニックが必要なんですというのが今日の本当のお題です。めっちゃはめられてる気分でしたけど、お題だったんですね。そう、お題です、お題です。なんだなんだ。カジュアルっていうと、じゃあ例えばジーンズに T シャツにスニーカーっていうとさ、すごいカジュアルなスタイルになっちゃうじゃない、はい、いやそれ悪くないじゃない、うん、だけど大人の人がそれをやったりすると、うん、ちょっと子供っぽく見えすぎじゃない。だから大人には大人のカジュアルが必要だよねってなった時に、どこをカジュアルにするかっていうことがすごい大事かなと。ジーンズを履いて休日を過ごしますと、うん、上にこれにスウェット着ちゃうと、うん、休日のパパみたいになっちゃうじゃん。まあそうですね、わかる、わかります。だけどこのジーンズ履いてるんだけど上がこういうカシミヤのニットだったりするとグレードが違うじゃない。お金持ってる人の休日に見えます。そうでしょ、うん、大好きなやつです。大好きです、うん、もういいわ、もう大好きです。もういい開き直ったね。もういい。そういう風にして調節するのが大事なのよ、うん、下をカジュアルにしたら上をリッチにする。今のね、主流のちょっとこう出てきた面白い例があるのでちょっと見せますけど、ほら、これどうですか。めちゃくちゃ素敵ですね。グレーのスーツ、ダブルのスーツなんだよ。で中に白のちょっとシャツをかまして、でニット着てるんですね、ベージュので、足元スニーカーですよ。これありなんですね。めっちゃありですよ。ダブルをね、これ止めてないっていうところがいいんですよ。そうか、開けてるからいいんですね、うんうん、止めちゃうとだってね、うん、ニット着て、うん、下スニーカーとかちょっとよくわかんないけど、開けてるからこそ、そう、こなれ感でカジュアルになるんですね。ほら、さっき言ってたさ、ジーンズの上にじゃあ例えば白いカシミヤのニット、うん、同じことなんですよね。確かに、うん、こっちはスニーカーというアイテムがあるから、うん、上はジャケット、そうでも、うん、ダブルだからさらにちょっとニットで柔らかくみたいな、ね、そういうことですね。すごいうまいミックスなんですよね、さじ加減というか。これかっこいいですね。これかっこいいでしょ。かっこいいです。こういうパターンもあるわけですよ。ちょっと色を変えて、ルック背負っちゃったよ。バックパックね、バックパックはカジュアルなアイテムなんですよ。カジュアルですね。スニーカーもカジュアルなアイテムなんですよ、うん、だけど中はスーツを着崩してる、まあ、T シャツ軸になってるんだけどね、これね、うんうんうん、T シャツにニットだからこれがスタイルが成立するというか、うんうん、でこのスタイルっていうのはもうね、このそうですね、7、8年ぐらいずっとイタリアではね、もう本当に主流になりつつあるんですね、うん、実はそれを引っ張ってるブランドっていうのがあって、ブルネロクチネリっていうんですけど、うん、クチネリストっていう言葉があるぐらい、ブルネロクチネリのそのラグジュアリーカジュアルっていうのが、まあ、もうすっごい分かりやすく言うとお金持ちのカジュアル、好きなスタイルですそう、私が好きなスタイルね、うん、それがこういう感じなんですよね。こなれてるじゃない、いろいろ上級者じゃなきゃできないような気がするスタイルですよね、うん、これもシャツにネクタイとかじゃないの。しかも黄色持ってくるんですね。 T シャツにマスタード色のニットに足元スニーカーなんだよね。これはす
ごい。これもそう、丸首のニット下ストライプのパンツ履いてるんだけどスニーカーみたいな、すごいミックス技なんだよね。これ高度だな。これもそうじゃない。あ、そうですね。スーツで今度中ニットにしてスニーカーとか持ってるのはトートバッグみたいな。あ、混ざってますね。すごい混ざり方なんだよね。うん、これとかもそう。これは逆に革靴にしてるけど、うん、まあ、ニットだし、うん、中を丸首にしてカジュアルにしてるんで、しかもこういうね赤とか入れたりして差し色を使ったりするんですよね、まあ、ラグジュアリーカジュアルですね。確かに大人の休日スタイルっていう感じがします。これもそうじゃない。あら、かっこいい。うん、素敵じゃない。やっぱりこれめちゃくちゃかっこいいですね。女性も素敵だな。これもそう。だからスーツを買ったとしてもスーツとして着るんじゃなくてカジュアルなスタイルでもスーツ着れるよと。でもそのためには何が必要かというと、こういう丸首のニットだったりとか、こなしのアイテムがやっぱりないとダメなんですよね。だそのために必要なのはスニーカーとこういう丸首のニットということで、こういうふうにね、うまくカジュアルなものとミックスしてほしいんですよね。だスーツ前として着なくてもいいんですよ。働き方もさ、やっぱりさ、オフィスでもうタイトアップしなくてもいいっていう人も結構増えてるので、大人は大人ならではのリッチなラグジュアリーなカジュアルなスタイルにしてほしいというのが今日の実はテーマでした。でもやっぱそのこなれ感を出せるってことは、うん、やっぱこっちにも心の余裕みたいな、うん、ゆとりみたいなのが見えるじゃないですか、うんうんうん、やっぱその大人ってそのゆとりがかっこいいなって結構思うんですよね、うんうんうん、服からも余裕が見えるようになると、うん、さらにかっこよさが増すのかなって。そうだね、うん、少しだから子供とは違うスタンスでいかにこうカジュアルを楽しめるかと、うん、そこが多分見る人が見るとゆとりに感じるのかもしれない、ね、そうですね。ということで、はい、ちょっとね今日はそんな、まあ、ラグジュアリーなカジュアルスタイルに使えるようなアイテムだけパパッとご紹介したいなと思います、はい、これもね、もうずっと紹介してます。もうまあ、だからさっきのこのね、これはね、うん、後でよくこのモデルの写真見ていただいてよくこのスタイルを研究してほしいですね、うん、パンツの丈とか靴のあしらいとかニットの着方とかすごいね参考になると思うんですよ。これをまず学ぶ、真似してみるところから始めていただけるといいと思います、うん、そのためにはこういうね、まずセットヒリカシミヤのこういうね、うん、ニット V でも、まあ、丸でもどっちでもいいですね、うん、色もありますしね。そうですね、うん、あとは足元は紐靴じゃないってことも大事だったりするんですか。あ、そうですね、やっぱ革靴で紐の靴だとお高い感じに出ちゃいますけど、うん、例えばこういう、まあ、これパラブーツのねダブルミックスタップですね、うん、スウェードのローファー、そしてこっちのね黒のローファーだったり、うん、スリッポンタイプの紐を使ってないタイプの靴を持ってたりするのもすごい一個いいと思いますね。ローファーっていうだけでちょっとカジュアル寄りにできますよ ね、 そうですね、カジュアルなスタイルになりますね、うん、そして、まあ、あとこういうね、はい、優しい色合いのこれも、まあ、カジュアルスタイルにぴったりのベージュのシャツですね、うん、あとはジーンズ、うん、ジーンズだって悪くないんですよ、ただこれをどう合わせるかっていうことが大事です ね、 そうですよね。あとは例えばこれですよ、やっぱりこれね大好きなやつだと思うんですけど、ちょっともう一回いいですか、うん、あーもうブラジルです、もう最高です。そうブラジル、何がブラジルなのかよく分かんないけど恒例にこれとかさ、あらららら、別にこれに綺麗なパンツ履いてもいいんだけど、うん、ジーンズで崩してスニーカーとかさ、なかっこいい。カシミヤだったりクロコダイルだったりスウェードだったりっていう大人の人が使える本当に上質なアイテムをカジュアルにスポッとこう着替えるっていうところがポイントですね、はい、あとは例えばやっぱりコートとかも、はい、これもいい素材じゃない、それこそ丸首のニットの上にこれとかさ、はあ、うん、これもやばいですね。それやばいよ。でこっちはペトリロの、あ、これもでもいい生地ですね、うん、ちょっとしっかりめですけど、うんうん、こういうのをさりげなく、いい。あとはやっぱこういうやつ、これムートンですね。これはね初めて紹介するんですけど、応援バリーという応援バリー、このムートンもちょっと触ってみてください。これに、うん、何これ、ジーンズとかさ、これにカシミヤのニットとかさ、やっちゃいます。で下にスニーカーとかさ、これにカシミヤさらにやっちゃいます、うん、重ねてもいいんですよ、そういうお金持ちのスタイルって好きでしょ、だって、はい、これ金持ってるわ値段見てみましょうか、いっちゃってそうだなこれ、行っちゃってます、うん、32万。おお、結構だからこれをねカジュアルに着るっていうのはなかなか勇気いりますよ。勇気いりますよ、だって32万をカジュアルに着るんですからね。あとさっき紹介したこのスーツのスタイル、このスーツはダブルのね、そうですね、ジャケット、そうですね、ペトリロの、これ実はカジュアルに着てるんですね、ダブルの。あ、これを使ってるんですね。そうなんですね。とかこれもいい素材じゃない、これをカジュアルに着る、これをジーンズだったりさ、これにジーンズ合わせちゃいます。そうなんですよ、これもそうですね、これだからこういうパンツ、逆にスニーカーとかさ、そうで
そうですね、これもそうですね、こういうのにスニーカ ー、 うーん、プラスチックに見えるものにあえてスニーカー、スニーカーということで、実は参考例として一番分かりやすい人が今日いらっしゃってるのでちょっとご紹介したいと思います。唐突、これまさかの抜き打ちで、え、しかもこの人今ものすごい人気なんですよ。トカブロってトカさんのブログの、はい、読んでます。まあ、完全にパクリじゃないんですけど、はい、森ブロっていうのやってる。いや、パクリじゃねえか 100% パクリじゃねえか。でも人気なんですよ。 BR のちょっと森さんをご紹介したいと思います、はい、森さんちょっとお願いします。ほら、これ見てください、この着こなし。まんまじゃねえか。モロパクリさせていただきます。スタイリングモロパクリさせていただきます。ほら、ダブルのこれわざとですよね、開けてんの ね、 そうですね。中何着てるんですか、それ。一応カシミヤのニットと、はい、白い T シャツですか。それ T シャツです。ほら、はい、白 T で、え、これちなみにカバンは何を持ってるんですか。今日はリュックです。あ、やっぱりね。やっぱり、はい、何なんですか、やっぱ気分的なものですか、これは。そうですね、うん、まあ、もちろんこれで態度アップする時もありますけど、はい、今日は撮影でね、動くのもありますし、うん、ただちょっと夜は会食とかもあるんで、まあ、スーツは着たいなっていう気分。なるほど、スーツは着たいけど撮影もあるよと。そうです、うん、でもこれ本当にこうパクったんですか、この BR の。もちろんもちろん、そうです。やっぱいいスタイリングだったんで、ね、いいスタイリングですよね、うん、グレーフランネルとこのベージュの掛け合わせとかさ、白を着かせてるとか、下も実はスニーカーなんですね、うん、でよく見るとここも見てください、ベルト効いてるんですよ、こういうところが。何出しちゃってんのベルト。ちょっと結構あの長めです ね、 ね、そうですね、素敵じゃない、こういうとこも外し具合とか。BR の社員さんが BR のものを真似してるって、なんかすごい素敵じゃないですか。自社のコーディネートが素敵だから自分も真似しようって社員が言ってるんですよ、うんうんうん、ものすごいさ、それを分かりやすく言うと、うん、だから、うん、お金持ちってことです、ね、今のは多分違う。星野さん、今のは違うわ。いや、だってお金持ってないと買えないじゃないだって。いや、そうだけど、え、今の合ってんのかな。いや、でもね、参考になりますよ、やっぱりモデルが着てるから、え、かっこいいんじゃないのって思うこのスタイリングもね、うんうんうん、ただ森さんね、普通に一般のね、うん、働いてる人ですけど、まあ、まあもちろんおしゃれ業界ですけど、うん、こういう風になれるということですね。いや、もう本当にまさにですよ。すごい参考になりました。ありがとうございます。お似合いです。お邪魔しました。お似合いだし好きでしょ、だって。そうですね、好きです。でね、はい、森風呂、森風呂、トガ風呂、モロパクリの森風呂、はい、でも最近本当に人気、人気、人気が上がってきてる。トガさんにも公認いただいてるんです。あ、そうなんですね。じゃあやっぱパクってるんですね。ぜひ皆さんチェックしてください、ね、はい、お願いします、はい、ということで森風呂の森さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。急に登場いただいてすみません。ありがとうございます。参考になるね、やっぱりね。参考になりますね、やっぱこうやって実際に着てる方を見ると違いますね、はい、チャレンジしてほしいですね、皆さん、はい、皆さんぜひラグジュアリーカジュアル、はい、まあ、俗に言うお金持ちカジュアル、うん、ぜひ皆さんやってみてはいかがでしょうか、はい、ということでですね、素敵な商品たちは BR オンラインで全て購入することができますので、皆さんぜひチェックしてください、はい、ということで次回はこちらです。買い足しアイテムですね。このワンアイテム持ってると冬に重宝しますよ。その温度差によってアイテムを変えてるんですね。あ、何これ、何これ、これも贅沢すぎて、これもそう、もう寝たい。こうやったりすると、あー、もう完全、もう山下達郎さんかかってます。絶対かっこいいです。おしゃれのグレードは上がりましたね、今。上がりました。そして今週ご紹介した商品はこちらです。最後宣伝を、はい、インスタグラム、ツイッターと SNS やっておりますので、ぜひフォローしてください。基本的にビールは飲んでおりますが、真面目に告知をしたり、やっておりますので。まあ真面目だよね。 でもね、真面目に更新はしておるつもりなので、ぜひ皆さんまずはフォローしてください。おるつもりなので。そして星葉さんもフォルタスタイル、僕が編集長を務めている講談社のウェブマガジンなんですけど、
毎日のように更新しております。そしてですね、もうそろそろ出てるのかな、気絶大陸っていう、僕をですねイタリアからずっと追っかけたこの長尺の番組も始まりましたんで、気絶大陸、はい、もうどっかで聞いたことあるようなで、どことなく NHK のプロフェッショナルも入ってたりするんですよ完全パクってるんですけど、僕は一日中ずっと追っかけてるその動画の番、気絶大陸って、ね、あるんで、ぜひチェックしてください。はい、今日はこの辺ですよ。はいふわっとしてるな。ジャケットに合うデニムとして履いてほしい、はい、三者三様ですし、ね、うん、履いてみたら、うん、本当にあのシルエットの良さが伝わりますね。ちょうどいいです。いや素敵ですね。チャンネル登録はこちら。こちらです。そしておすすめ動画はどこだと思います？こっち、こっち。正解。こっちですあ、こっちかな。そっちにもあります。あ、こっちにもあるんだ。あるかな、大丈夫